ジョナサン・ヘイズはアメリカ合衆国の俳優である。1929年、ペンシルバニア州ピッツバーグに生まれる。B 級映画の帝王という異名を持つ映画監督で映画プロデューサーのロジャー・コーマン監督に見出され、1954年にコーマンがプロデュースした B 級映画海底からの怪物の配役で映画デビューを果たす。デビュー以降はコーマン監督がプロデュースもしくは監督した作品の常連俳優として出演を重ねたほか、ジェームズ・ディーン主演のエデンの東へもノークレジットで出演した。コーマンが制作した映画には俳優としてのみならず制作スタッフとしても参加している。そして1960年に制作されたコーマン監督のリトル・ショップ・オブ・ホラーズで主役に抜擢。同作品は撮影予算が非常に低かった上、撮影期間が2日間というタイトなスケジュールで撮影された B 級ホラー映画だったが、1982年にオフブロードウェイでミュージカル化されて大ヒットしたことをきっかけに、1986年にはディック・モラニス、スティーブ・マーティンらをキャストとしたミュージカル映画としてリメイクされたほか、2003年にはブロードウェイでミュージカル化されるなど、興行的にも成功した作品となった。ありがとうございます。